本当はこの話8月に書く予定だったのだけれど、時期はずれましたが、原爆記念日のお話です。昨年の8月6日の朝のことです。いつものように旦那を6時半に送り出し、茶碗の後片付けや洗濯をしました。ふと時計を見ると7時ちょっと過ぎ。前夜に夜更かしをしてテレビを見ていたので、ちょっと朝寝しちゃおうと座布団を枕に横になりました。ほどなく眠りについた私はどのくらいかして、すごい音と体が浮き上がるような衝撃で目を覚ましました。ガバッと起き上がり、キョロキョロと辺りを見回しましたが、地震のようではありません。物音もなく、外からも車の走り去る音しかしません。でも私は確かに大きな爆音、ドドーンという音と体が持ち上がるような感覚で目を覚ましました。何だったんだろう、夢かなと思いテレビをつけると、そこではちょうど原爆慰霊祭の光景が。私が音と衝撃で目を覚ましたのは8時18分でした。原爆投下は8時15分と言われていますが、もしや18分だったのではと感じたのはその時からです。そして今年の8月6日、今年は旦那が無職君だったので、8月6日の朝を旦那と一緒に迎えました。といっても私は8月6日という意識もなく、寝坊して一人ずっと眠っていたのですが、ところが今年もやってきました、あの音と衝撃が。はっと目を覚ますと、キッチンで新聞を見ながらコーヒーを飲んでいる旦那がいました。今すごい音しなかった？地震？いや別に。そう？変だな。私はぶつくさ言いながら布団から起き上がり、時計を見ると時間はすでに8時20分。しまった、旦那より遅く起きてしまった。特徴していると案の定、お前広島県民なら今日くらい8時には起きて黙祷しろやときつい一言。え、黙祷？その時やっと私の中の謎が解けました。原爆投下の日、その時刻、私は何者かに起こされていたのだと。広島県民になったんだから、今日はあの時間に黙祷してくれというメッセージ。そしてその時間は8時18分なのでした。その夜テレビでやはり原爆投下の時間は15分だという説と、18分だという説と、20分だという説があることを言っていました。それを見て私は、原爆投下は18分だったんだよと旦那に言ったら、お前見たんかいと鋭く突っ込まれてしまいました。来年からはきっとその時刻に黙祷をしようと強く決心した私でした。